ちは、こんばんは、ゲームジャンプでいこうです。スターウォーズロケット始めていきましょう。このレース名ですが、なかなか聞ききれないレースが続いております。WBC まで映ってるので、何かご用でしょうか。もう一回、気が付かせたい。適正な馬体重ですね。ご存知ですか？ご用でしょうか。ご存知ですか。ご用でしょうか。今週はレースがあります。気合い十分ですね。これでプラス4キロ。まずまずで何かご用でしょうか。コスチューム売り上げ上がれば物が減る。一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。珍しいマイル戦です。ゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した。さあスタート。まずまずのスタートですね。まずまずのスタートかと思います。さあ外が行くのか内が行くのか。花を切ったのはフラミングスティ。かなりでもペース早いです。フォークアイがその後ろ。フォークアイが一気にドーンと行きました。引っかかってんのかもしれないですね。プロリックスが上がってまいりました。そしてその後ろから2番バンクスヒル、その外にアルカディアンヒーロー、マイル戦だけに9番黒い馬体ハッピーダイヤモンド先行とはいうものの5番手1番後ろにレディースギン。さあ先頭の方はどうなっているか。4番フォークアイがレースを引っ張るようになりました。3番スリップリー、もう1頭キャラミングスティ、そんなに速くないかもしれませんが、内から1頭遅くもないかもしれないですね。ヨーロッパババだと。さあロンシャン競馬場は大歓声であります。先がつけば第4コーナーへ。残り 500m。 先頭ケネーンとフォークアイ、さあ仕掛けていく、差を詰めていく、一気に差していく。さあ大混戦だが、スリップリー粘ってるが、これはかわした。バンクスヒルが来ているが、これは完全に抜け出した。
シュート着地に目を伝えました。なかなかしぶとい力強い伸び足でした。久しぶりの G1 制覇です。勇者レベルもアップ。確定しました。来ました。やりましたね。さあ WBC 出しますよ。ご用でしょうか。クエストを達成しました。ご存知ですか。いろいろいただきました。ショートケーキを増えましたね。またですね。ガチャをやってみれない。やってみれないってなんだよ。というわけで。ということでご覧の通り久しぶりの G1 勝利を得ることができました。残り30周再度WBC などを取って、輝かせたいと思います。チャンネル登録ご評価などよろしくお願いします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますのでよろしければ見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。